いどうも、ピーラボでーす。プロボクシング、WPA スーパー、IBF 世界スーパーバンタム級王者のムロジョン・アフマダリエフが8日、米国サンアントニオで、同級1位、元 WBO 世界バンタム級王者のマーロン・タパレスと指名試合を行い、1対2のスプリットデシジョンで敗れて王座から陥落しました。下馬評では無敗のアフマダリエフが有利だと思われたが、タパレスは左ジャブと手数で序盤から中盤にかけて試合をコントロール。終盤は王者の反撃から逃げ切ることに成功しました。このベルトは7月25日に有明アリーナで WBC、WBO 世界同級王者のスティーブン・フルトンに挑戦する前世界バンタム級4団体統一王者井上尚弥が狙う次なる王座でもあります。そして試合後、タパレスのプロモーターのショーン・ギボンズ氏が井上 VS フルトンとの勝者との統一戦の可能性を示唆しています。しかし新王者が早くも統一戦に臨むのは気が早いとするメディアも存在します。その理由はこの試合の試合内容によるものだといいます。まずこの試合はサウスポー同士のマッチアップとなったが、タパレスは序盤から徹底してリードジャブを出しました。そのジャブが邪魔でアフマダリエフが同じサウスポーを攻めあぐみ手数が減りました。タパレスは逆に手数で圧倒しながら距離が詰まるとアッパーを叩き込み、6ラウンドにはワンツーをヒットさせてアフマダリエフがぐらつく場面も。しかし7ラウンドからは展開が劣勢だと感じた王者が強引に前へ出て反撃を開始。ロープに詰めるシーンなどを作るが、スタミナ切れが顕著で本来の正確なパンチがブレて空振りが目立ちました。タパレスはポイントを失っても固いガードで決定打だけはもらわないように集中。最終ラウンドを前にタパレスのトレーナーは、あと3分ここを守り通せば勝てると指示が飛んでいたといいます。そして互いにこの最終ラウンドが勝敗を分けると踏んでか、壮絶な打撃戦となり、タパレスが突っ込んでくるところに王者が放った右のジャブがカウンターとなってヒット。タパレスは大きくよろけてキャンバスに右手を突きかけたが、ギリギリ数センチのところでなんとかこらえたといいます。ここでもし手をついていればダウン判定となり、この回は10対8となり、王者は防衛に成功しているところでした。とこの展開からこの試合がいかに接戦だったか、それがわかると思います。新王者のタパレスは試合後、本当に大きな意味のある勝利、私はこの試合のためにハードワークを貫いたと語り、リング上で涙を流していました。そしてリング上でアナウンサーが、7月25日に日本で行われるもう一人の2団体王者フルトンと井上の世界戦について質問すると、隣にいたタパレスの共同プロモーターである MP プロモーションズのギボンズ氏が割って入り、我々がその戦いのリングサイドにいると語ったといいます。そしてタパレスもこう応戦します。どちらが勝っても俺は準備ができていると4団体統一戦を受けて立つ意思を伝えていました。そして気の早いフィリピンメディアのマニラスタンダードは、タパレスが2団体王座を獲得し井上との戦いに近づいたと大々的に報じているといいます。フィリピンメディアはすでにモンスター井上が7月にフルトンに勝って WBC、WBO 王者となり、新しく WBA スーパー、IBF 王者となったタパレスとの4団体統一戦が実現すると期待を込めて予想しています。これで40戦37勝 19KO 3敗となったタパレスは、来日経験が4度ある日本でも
おなじみのファイターで、今日世界バンタム級挑戦者決定戦と同級タイトル戦で2度大森翔平と対戦して TKO 勝利し、2019年12月には米国ニューヨークで世界スーパーバンタム級の暫定王座戦で岩佐良介と対戦して11回 TKO で敗戦。2021年12月に米国カリフォルニアでの IF 世界同級挑戦者決定戦で勅使河原弘明に2回 KO 勝ちを収めています。そしてタパレスは実は井上家とも因縁があり、世界バンタム級王者時代の2016年12月に井上尚弥の弟で現 WBA 世界同級王者の井上拓磨の挑戦を受ける予定だったといいます。しかし拓磨の拳の怪我によりその世界戦は流れ、もしここで井上尚弥との4団体統一戦が実現すれば、すでにタパレスの攻略法を熟知している井上が大きく有利となります。ただ WBA のランキング1位は亀田智樹で指名挑戦権を持っています。亀田智樹はこう語ります。 WBA の順番は俺が先、指名試合は9ヶ月以内と決まっている。それを解けてまでやったらおかしいことになる。勝者と直接交渉すると現地に試合観戦に訪れたが、リングサイドには最高ファイトをプロモートしている兄の亀田光輝氏も座っていたといいます。試合直後に撮ったギボンズ氏とタパレスとのスリーショット写真を SNS に載せ、亀田智樹 VS タパレスを最高ファイトのリングで実現できたらおもろいやろなと投稿していました。しかしいずれにしても次戦を選択するのはタパレス陣営と WBA に決定権があります。亀田とタパレスが仮にタイトルマッチを行うことになれば、亀田にも十分勝機があり、ここで仮に亀田が勝利するとなると井上尚弥との日本人4団体統一戦がいよいよ現実味を帯びてきました。いずれにしてもここが亀田智樹の正念場となりそうです。スーパーバンタム級は2団体統一王者だったムロジョン・アフマダリエフが王座から陥落、残るフルトンも井上に敗れたとなると、その勢力図は一変することになりそうです。はい、では今回は以上になりますが、このチャンネルでは今回のような解説動画を撮っていきますので、ぜひチャンネル登録をし次回作をお待ちください。ではご視聴ありがとうございました。